い、どうも、長谷部です。チャオズです。はい、ということで、急にね、トモハッピーなしでこう回してるんですけど、はい。ですね、それには理由がありまして、トモハッピーが、まあ、寝坊と。まあちょっと簡単に企画の内容を説明すると、この後ですね、YouTuber のシャマさんって方が、こちらのね、まあ、自分たちの事務所の方に遊びに来るんですよ。大物ですよ。前の事務所にはね、来てくれてたんですけど、このね、新しい事務所に来るの初めてで、せっかくだったら、ドッキリをしようと、昨晩決まったんですよ。ね。なんですが、その当人のトモハッピーが、寝坊と。寝坊です。はい、寝坊です。これは完全に寝坊です。寝坊です。ということで、とりあえずオープニングだけ僕らで撮っちゃおうかなっていうので、この動画回します。何卒。あ、まあよろしく。よろしく。で、そうだ、ドッキリの内容。お願いしますよ。はい。で、今日のやるドッキリの内容。こちらです。じゃじゃん。これです。タピオカミルクティー。タピオカをこちらコーラグミに変えてシャマさんに出してみたら、シャマさんはどんな反応をするのかと。そうです。面白いですね。面白いかなと思ったんで、ちょっとこれやっていこうと思います。イエイ。皿がない。はい、これにちょっとタピオカを移していきます。どうぞ。はい。僭越ながら失礼します。タピオカ大好きな。シャマさん会ったことないですけど。確かに。いいんじゃない。まずは清潔な手でタピオカを開けます。はい、タピオカを取り出していきます。キッチンに。タピオカがこんぐらい。グミこんぐらい。まあもうこんなもんで。こんなもんですね。言えないな。ピッ。オッケー。できました。できました。こんな感じで大丈夫でしょう。じゃああとは、はい、トモハッピーさんを待ちます。失礼な。いや来るなり撮って。全然。YouTuber みたいなことしてすみません。YouTuber が YouTuber 相手にするみたいな感じでね。ユーチューバーになったらもうあれですよね、ドッキリとはもう、はい、ドッキリ、もうずっと怒ってると思わないと、あ、日々ドッキリみたいな、もうドッキリがいつも起きても仕方ないと思うんですね。確かに、ドッキリがいつも起きても仕方ないと、ドッキリがいつも起きても仕方ないと思うんですね。確かに、おう！お願いします。どうも、トモハッピーです。はい、どうも、シャマです。カメラが熱い。はい、ということで本日はシャマさんお越しいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。来ちゃいました。イエイ。距離近いですね。まあ、仲良くなる人とはね、距離近い方が早く仲良くなるんで、はい、まあ、もろもろ剣だけど、皆さんよかったら参考にしてみてください。今日はね、シャマさんとね、最近ね、タピオカ屋さんがね、僕、ハレリア出してる宝の馬場で、はい、超増殖してるんですよ。はい。なんで、これ進展できたんですよ。はい、このお店の名前がなんだっけ、それ。ボーラビット、はい、ボーラビット、こちら、ちょっとね、はい、ボーラビット、なんかすごい人気で、すごい並んでるんですよね。結構人気で、常に待たないと買えないみたいな状態で、それをね、長谷部がね、朝6時に起きて、並んで買ってきたんで、たぶん開店時間的にそんな早く起きる必要ないんですけど、ちょっとシャマさん遊びに来ていただいてるんで、このタピオカ飲みながらね、まあ、ゆったりお話しするだけの回なんですけど、デュエマのね、GP が終わったばっかりで、終わりましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。参加された皆さんや主催上の皆さんもお疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったんですよ。楽しかったっすね。めちゃくちゃ楽しくて、はい、なんかもう、ね、興奮して初めてノートっていうの書いちゃいました。ノート、記事、あ、ありますよね。ログなんですかね。ログとか記事サイトの一種なんですけど、確かに興奮するともうあれですよね。そう、もう書きたいよ。熱が抑えられなくなって、この興奮をどこかに残したいみたいな。そう、下川チャンネル、下さんがやってるの見て、はい、僕もその20分後にスタートみたいな感じで早かったっすよね。会場もすごい広さだし、はい、すごい人数来ててね、なんか3000人ぐらいですもんね。3000、そうっすよね。はい、なんか僕こんなこと言ったら、そのやったことないカードゲームとか、このカードゲームの人たちって、はい、ちょっと
怖くないですか、先入観でちょっと不安っていうのあると思うんですけど、全然そんなことないし、はい、ギスギスしてるプレイヤーっていうか、はい、なんかこう態度悪いプレイヤー、マナー悪いプレイヤーとかも結構いるのかなって。まあとにかく人がたくさんいて、不安なものを人はネガティブに捉えやすいとかあるじゃないですか、やっぱりその、はい、よく得体の知れないものをネガティブに思ったんですけど、いや皆さんね、いい人が本当に多くて、これは全部ね、もうシャマさんのおかげだと思ってるんですけど、シャマさんが動画を通じてそこまで人とはっていうことをね、もう皆さんに言い過ぎいやでも皆さんに発信する人たちがやっぱりしっかりされてる方が多いんで、なので、はい、なんかこう会場にいらっしゃる、いやまあ楽しまれてる皆さんもすごいなんかそのマナーいいなんてもんじゃないっていうかで、なんかいいのが、あ、まあ、ちょっと飲みますか興奮して、詳しくはノート見てください、僕のね。ミルクティーなの、普通にミルクティーのとこだけ飲んでみようかも。ここ初めてなんですよ、僕も今回。ああ、はい、はい、すごいおしゃれな。美味しい、味美味しい、普通に。あ、美味しいっすね。あ、美味しいっすね。あ、結構甘いけどすっきりしてますね。紅茶の香りがすごい。やっぱタピオカ屋さんって、そのタピオカ自体がどうかっていうのがかなり大事ですよね。あー、ね、結構まあ言ってしまえばタイヤみたいな、ね、なんかそう硬いやつとか、はい、その弾力がなんかこう硬すぎてもダメだし、柔らかすぎてもダメだし、結構僕タピオカ飲んできたんですよ、世界で、はい、世界でやっぱ台湾とか、うん、そのフィリピンとかの方がもともと流行ってるんで、はい、中国もそうですね。日本のタピオカって結構レベル高くて、ボーラビットさんの容器、これ親切、蓋がついてますね。タピオカね、硬すぎてもダメだし、柔すぎてもダメだし、はい、ね、なんかちょうどいい弾力っていうか、ちょっとタピオカ飲んでみましょう。餅みたいなやつがいいですよね。シャマさんからいきます。タピオカいっちゃっていいんですか、はい、なんか形が丸じゃないですよね。え、丸じゃないですか。丸、四角みたいな感じじゃないですか。形が違う。いや、丸ですけど。あれ丸ですか、これ。よく角張ってません。なんかそういうスタイルなんですか。あ、僕のもよく見たらそうかも。美味しいです。あ、なんか味がついてますね。え、味ついてるんですか。ちょっと僕も飲んでみますね。あ、なんかちょっとレモンっぽい味が。美味しい。僕の吸えないです、普通に。ちょっと気合い入れると吸えますよ、狙って。あ、これ新しいですね。吸えました。すごい音鳴ってましたけど今。え、普通に美味しい。美味しいですよね。なんかレモンっぽい。レモンっぽい味してます。レモンタピオカ。これ美味しい。これちょっと弾力固めで個人的に好きですね。これぐらい硬いのが自分好きです。これぐらい硬いのが自分好きです。むしろ結構これベストなんじゃないかってぐらい。レモンのやついいですね。え、なんか普通に味ついてる。はい、レモンなのかな、これどっちなのかな。美味しいですね、これ。無限に飲めるやつ、毎日いけちゃうみたいな。すっきりしてるのがいいですね、うん。ででれー、ちなみにドッキリでしたー。えてってれー、ね、はい、普通前っすよね。はい、ということでシャマさんがね、シャマさんがね、こう改造タピオカ出されても普通に美味しく飲んじゃういい人かどうかっていうね、検証ドッキリ。結果ね、やっぱりシャマさんはいい人っていう。ちなみになんですけど、これタピオカじゃなくてコーラグミ。あー、コーラの味だったんですね。なんか酸っぱいなと思ったんですけど、意外と合ってますよ。ちゃんと食べれるものにしてきました。失礼しちゃいました。どうですか、ドッキリとか結構かけられることあります。いや、初めてっすね。初めてっすね。なんかさっき偉そうになんかドッキリはいつでもかけられると思ってたんで、ね、ドッキリがいつも来ても仕方ない、うん、ドッキリがいつも来ても仕方ない、うん、はい、ということで、はい、人気のね、タピオカミルクティー、中身がコーラグミだった時のシャマさんの反応はドッキリでした。ドッキリ大成功。さすがに初めて来てドッキリかけられると思わないと思います。ちょっと僕もいいですか。どうぞ。ぜひぜひ。あと醤油の匂いしますね。あ、醤油の匂いしますね。コーラグミとミルクティーの化学反応で醤油の匂いするっていうことか。あの、これちょっと、え、醤油入れたいの。醤油これどう見てもグミじゃないですか、これ味。食感味付けかと思ったんですよね。
めっちゃ吸いやすいですね。プラチトもシャマさんは飲まなくていいです。僕が責任持って僕が責任持ってちょっと飲んだ後に長谷部に割り振ります。甘さの中に好きです。コーヒーゼリーですかね、見た目完全に、うん、はい、意外とでも、あ、まずくはないですよ。めっちゃ吸いづらいですけど、まずくはないですよ。あ、まずくない、まずくない、まずくないですよね。パッて、巻き添いで、パッて。はい、という感じでね、いきなり、はい、シャマさんにドッキリしちゃったんですけど、今後も、バンバンドッキリ仕掛けてるんで、今後も、ね、狙ってみたいと思います。自分もミルクティーめっちゃ買ってきますよ、今度から。はい、お願いします。はい、はい、というわけで、今日は僕、トモハッピーとシャマが、あとハクルとシャオズがお送りしました。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントもよろしくお願いします。